フォワードの伊東純也選手は、持ち味の素度で相手を振り切ってゴール前に黒、ボールを上げるなどチャンスを作りまし、また代表初出場となったディフェ。出ましたが、最後までリードを守り、2-1で勝ちました。日本は2連勝で、月6日の第3戦で2大会ぶりの優勝を受け、韓国と対戦します。ハリルホジツ、監督、素晴らしい内容で、日本代のハリルホジッチ監督は、素晴らしい内容で勝利できた。早い攻撃をもとた結果、ゴール前で何度もいいプレーが慣れたと振り返りました。また先制後、ゴールを決めた小林選手について、ボールもらえるよう、常にアグレッシブに動け。していました。先制ゴールの小林。ゴールにほっとした。先制ゴールを打った川崎フロンターレのフォワード、翔選手は、川又選手のシュートがこぼれ、来て、うまくゴールに流し込めた。キーパーが見えていなかったので、自分、ボールとゴールの位置を見て感覚で蹴つ、代表で初ゴールを決められたので ルトは、ロングシュートで2点目を奪った鹿島アントラーズのディフェンダー脇田、源選手は、ゴールキックになってもいい、と思って蹴ったので、まさか入ると思わ、かった、あれより長い距離のロングシュート派だったことがないと話しました。片手直後に失点したことを振り返り、点を取って気持ちが緩んでしまい、ため、得ました。初招集から3年で初出場。やっとという気持ち。初招集から、かけて代表戦初出場となったカジマーン。アズのディフェンダー、上田直通選手。やっと、という気持ち。普段とは違う。サイドバックでの出場だったがチャンス。もらえたからには思い切りやろうとおぼつ。起用されたということは、どんな場面も対処しろ。というメッセージだと思う。自分のところに来たらどんなボールでも、じってやろうという気持ちで臨んだ、振り返りました。